はじめまして、にょんと申します。違う！という動画を見ようとした蓮の2号です。あ、どうも、2号の話し相手の蓮の1号は、いや1号と言います。あのさ、今回もルー、さようら、ルイストがコードヌイレターンキツレーに、去年もティア関係戦車ですね。あ、向いてるってくれ。まあ、とりあえず初号が南側、テイティアでよく浮き合ったり、合わなかったりするところに行きますかね。どっちだよ。通戦車2号だけで、北側を支えられますかね。まあ、敵もこっちに来るでしょ。ごめん、ほとんど敵来なかったら。おいおい、死んだら通戦車。ってことで急いで、通戦車を助けに行きます。BT7 は装甲が薄いので、敵も正面からではなく、背後から攻撃した方がいいのでは。ごめん、赤水反射でこのゲームやってるから、そこまで考えてなかったら。このガバガバ。あれから、南側行くか、通戦車助けるかどうか迷って、その間をしばらくうろうろしてたので、カットしました。お前みたいな奴が一番、迷惑なんだよ、やめしまえ。え、本当に？じゃあ BS5 あるわ。はぁ、あ、ってことで、今回はソロモン諸島の米軍側で、使用武器はグリースガンこと M3 短機関銃ですね。マジでやりやがったよ、こいつ。手画面分回すなよ、視聴者のこと考えろ。コンビ S あるとき深夜だからテンション高いし、この時動画化するとは考えてなかったから多少はね。もう一度やりたいぞ。何だろこれ。ルーはさすがだろうな。かえ。前回も不安でにチームトップだった軍隊員の人が裏取りするようなので臨場してお心でをもらいに行きます。やられてお心でをもらえなくなったんですが、それは二人とも補正すれば4キル分のスコア入るから多少はね。お心でってそういう相手は多分戻ってこないというか、倒すの面倒くさいから先に固定しとこ。このガバガバ。ほらね。何がほらね、ガガッツに戻ってきてんじゃねえか。その後は軍隊員に助けてもらったけど、神に全滅させられて。軍隊員が裏取りに成功したみたいなので貧乏。結局お前何もやってな、ほんなにカットしてんだ。何ってあそこの画面から見どころまで少しぐらいからカットしてテンポをよくしてるんだぞ。じゃあ、最初からあの画面を挟まずにその見どころまでカットすればよかったじゃないですか。なんだろう、こうやって揚げ足取るのやめてもらっていいですか。笑っちゃうぞ。あ、ドーナツ見つけ。いただきます。あ、なんだこのタイマセンス。動画のネタが尽きたんだよ、察しを。じゃあさっさとグリッツ実況に戻れよ、腰打ちくそ。今どうでもいいけど、BS の戦士って注射機、機関回しって、衛生的に乱暴なんですかね。まあさ、そうやって尺伸ばす。まあいい。大体去年の5月に撮影された、ビグレイなんて、誰に需要があるんですかね。お前じゃ。ほっと味方もいない、方向から足元がしますね。残念でした。これでいいわ、クリアかな。ってことで、ブリッツ立教に戻って、どうぞ。あ、待ってくださいよ。ええ、ってことで恥ずかしながら帰って参りました。どの面下げて帰ってきたんですかね。ゆっくりだけにプラってか。あ、そうだな。てか今考えたら南側をさっさと突破して北側のケツをついた方が良かったかも。立ち回りに一貫性がなさすぎる。ネオランルート進めて分かったけど、走行薄くて足早い系の車両苦手なんだよな。じゃあ、今乗ってる車両は何なんですかね。なお相手が初心者の場合は除く。ほっと後ろに敵がいますね。ここは正面の味方に任せ。あ、 BT7 アートに乗ってるってことは、初狩りですね、これは。ほんせ BT7 で、初狩りしてる奴がなんか言ってやがる。ゴンダラゴンダラ、うわぁ、そのままでした。ってことで前線に戻るか。ああ、味方中戦車が溶けたんだ。だから敵の背後をつけとあれ。まあ、ヘルス的に勝ってるので、ガンマ基地でか、攻撃化していきますかね。本日、2回目の言論統制ですが、どう、お考えでしょうか。この動画内では私が、熱帯的な権利です。いいですか。この動画内では、たとえにタツニが4であっても、私がにタツニは、5と言えば。あれ、おかっていいぞ。怖いやろ。練習したからな、私が。いつから2分しか編集できないと錯覚していた。まあ、中の人が一緒だしね。それを言っちゃおしめえよ。現在、敵の軽戦車を倒しに行った味方をおとりにしてほぼ、フルセルスの3号、戦車をいただいているところですね。味方をおとりにして稼ぐ、ヒョガメは美味しいか？うん、美味しい。おっと、ようやく3号、戦車くんのヘントがこちらに向きましたね。まあ、撃たれても、ヘルス的に2、3発与えられる。ああ、忘れてたー。が、レレレレレ、ワンパン圏内がなれるバイラン。最近、ナゴルノカラバフあたりで揉めてましたね。そっちのネタがダメだって。で、あいつね、このガラレー。美味しく食べて
ふう、なんとか逃げられましたね。おっと、ローカストくんか。ん？待てよ、いいこと思いついた。行け、ローカストミサイル。またそうやってるな、初心者を。えい、黙れのダメが多い奴が正義だ。こんな奴らが、デイキアに来たら初心者の持ちで来られる。もう凍らしてるから平気平気。ってことで3号くん。死んでもらおうか。お前も二度とデイキアに来るんじゃねえよ。